幾重にも重なり合う宇宙、無限に枝分かれする可能性、その中で僕、カズヤ白波は出会ってしまった。最強の戦闘機で宇宙を自在に駆け巡り、新しい時代を切り開く、まばゆい5人の天使たちに。カズヤさん、カズヤ、カズヤ、カズヤさん、カズヤ。その日から僕の人生は全く変わった。エンジェル隊としての毎日はいつも新鮮で、ドキドキしっぱなしで、楽しくて、だけど決して平穏なものではなかった。多くの敵が僕たちの前に立ちはだかり、絶望を感じたこともあった。最後まで戦い抜くことができたのはみんなの力があったから、そして何より彼女が僕のそばにいてくれたからだ。いつだって隣にいてくれた。そう、彼女の名前はカルーア、そしてテキーラマジョラム。僕は彼女に恋をし、そして彼女は僕だけのエンジェルになってくれたんだ。カルーア、おはようございます。おはよう。カズヤさんがこんな早い時間にティーラウンジにいらっしゃるなんて珍しいですわね。いや、なんか仕込みのミスで食堂開くのが15分くらい遅れるんだって。だからそれまでお茶でもと思って。まあそうだったんですの。どうぞ、空いていますわ。うん。それでは。え、行っちゃうの？いいえ、カズヤさんのご注文をお聞きするのですわ。え？なんかですね、ウェイトレスさんたち全員でミーティングなんだそうです。ですから今はセルフサービス中なんですの。ああ、そういうことなんだ。それでは何にします？ああ、いいよいいよ、自分でやるから。いいえ、どうぞご遠慮なく。私もおかわりをするところなので。そう？それじゃあお願いしようかな。はい、お客様、それではご注文は
板についてるね。カルーアと同じものでいいよ。よろしく。わかりましたわ。それでは少々お待ちください。ウェイトレスさんたちが全員でミーティングか。珍しいな。何の話し合いだろう。お待たせいたしました。ああ、ありがとう。アールグレーの紅茶でございます。いい香りですわね。よいしょ。スコーンもお持ちしましたわ。美味しそうだね。はい。それじゃあレーズン入りのをもらおうかな。どうぞ。美味しい。カズヤさん。何？あまり食べると朝ごはんが入らなくなりますわよ。おっと、そうだね。本当にいい香りですわ。彼女はカルーア、カルーアマジョラ。僕が隊長を務めるルーンエンジェル隊のメンバーであり、機体ナンバー RA004、 紋章機スペルキャスターのパイロットと言っていいのかな。いいか。そして彼女は、こんなに綺麗なカルーアは僕の大切な、とってもとっても大切な。カズヤさん。え？と、な、何？ちょっとあの人と変わってもいいですか？え、テキーラと？別に構わないけど、どうしたの突然？あの人にもこの紅茶を飲んでみていただきたくて。アールグレイを？ええ、美味しいという記憶だけならあの人にも伝わりますけど、あまりにいい香りなので、ぜひ実際にも味わっていただきたいのですわ。そっか、なるほどね。いいんじゃない。あれ、でもどうやって？今ミモレットいないよね。大丈夫ですわ。ほら、このケーキ。あ、サバランだね。はい、お酒がたっぷり染み込んでいますので。なるほど。では失礼して。そういえば最近会ってないな。あ、はい。や、結構久しぶりだよね。そう言われればそうね。ここのところ訓練でも一緒になることがなかったし。変身してないこともないんだけど、たまたまタイミングが合わなかったんじゃない？どう？僕に会えなくて寂しかった。似合わないわよ。もう、ほら、カルーアがその紅茶を飲ませたがってたよ。ええ、あの子も気が利くじゃない。アールグレーだっけ？そうそう、フレーバーティーの一種だよ。前はティーラウンジに置いてなかったんだけど、最近飲めるようになったんだ。いい香りよね。どれどれ。いやー、すごく美味しい。彼女はテキーラマジョラム、アルコールに反応すると出てくるカルーアのもう一つの人格、いわゆる二重人格というやつだ。不思議なことに、カルーアの記憶はテキーラに受け継がれるけど、その逆はないみたい。どうしよう、美味しすぎるわ。ハマったかも。よかったね。やっぱり記憶と実際は違う？当たり前じゃない、臨場感が桁違いって。あれ？ん？何？あんた。え、僕？ちょっと見ない間にたくましくなったわね。え、そう？変化が微妙だからあの子は気がつかなかったみたいだけど、私にはわかるわよ。間違いないわ。何？鍛えてんの？え、まあちょっとだけ。やるじゃない、隊長さん。隊長？
何を？いや、その、まだね。どうも、隊長って呼ばれるのがしっくりこなくて。何言ってんだか。3ヶ月も前よ、あんたが代理から正式に隊長になったの。そうなんだけどさ、どうもね。しっかりしてよね。実戦になったらみんなあんたに命預けてんのよ。わかってるよ。だからこうして心身ともに鍛えてるんじゃないか。ああ、そういうこと。ま、頑張ってみなさい。あの子も私も応援してるから。テキラ、あんたのそういう真面目なとこ嫌いじゃないわよ。いや、嫌われても困るんだけど。それもそうね。チェ。ああ、ほら、そろそろ食堂が開く頃よ。あ、うん。テキーラは行かないの？あの子ったら、ケーキとスコーン結構食べたのよね。やめとくわ。わかった。それじゃあ、また後で。え、またね。館長代行さんはまだか。間に合ったぜ。おはようございます、アニスさん。ああ、今日も元気ですわね。親分はいつもギリギリなのだ。俺は時間を無駄にしねえの、どんな時でもな。はあ、しかし全力疾走したんで疲れ。しまった、飯か食らいすぎたか。まあ、食べ過ぎですの。試しはしっかりとれ。味どけの家訓よ。うむ、その点に関しては同意しよう。何事も全力を尽くせば良い結果を生むはず。 OK だ。OK なんですね。うえっ、もう下品だな。ああ、やっぱちょっと食いすぎたか。後で展望公園 2,3 周して腹ごなしすっかな。まあ、お食事をしすぎてさらに運動ですの。なんだったら一緒にやっか。たまには運動しねえとなまっちまうぜ。そういうことはあの人にお任せで。ダメですに。もうカルーア様も自分で頑張るですに。すぐにテキーラ様を頼るのは悪い癖ですに。ミモレットちゃんったらいつになく厳しいですわ。それが使い魔の務めですに。あえて苦言を呈するのですに。ご主人様思いなのね。まさに身を切る思いですに。あ、ココさん、おはようございます。おはよう。いつにも増して賑やかね。館長代行。はい。定例以外のミーティングは久しいが、何か問題でも？ああ、いえいえ、そういうわけじゃないの。だからリラックスして聞いてね。先ほどアブソリュートから連絡がありました。内容はルクシオルとエンジェル隊の所属について。その件か。では方針が決定したんですね。ええ、正式な事例は寄港時に直接下されるけど、最終的に私たちはエデン軍から外れて UPW 軍に転籍ということになりました。遅かれ早かれそうなるのは確実だった。心構えはできている。それってよ、何か変わったりすんのか？例えば給料下がるとかさ。アニス、何も今そんな話をしなくてもいいでしょ。うっせえな、俺にはすげえ重要なんだよ。親分、この間も通販でトレジャーハント用の道具を買ってたのだ。また？あ、こらチクんじゃねえ。にゃい。そういえばブラマンシュ商会から厳重に梱包された荷物が届いてました。ブラマンシュってミントさんのカードを使ったの？当たり前だろ。トレジャーハント用の道具は高えんだ。一括じゃ払えねえんだよ。はぁ、買えるチャンスがあれば逃さねえ。借金も解消ってやつよ。ふっはんだ。決断力だけは素晴らしいですわね。おや、
あ、だけは。まあ、とにかくその辺どうなんだよ。安心して、待遇面では勤続期間も含めて全て UPW 軍に引き継がれます。現状維持よ。ほっとしたぜ。しかし我々の立場は変わる。それは肝に銘じておかねばな。そうですね。 UPW 軍、平行世界連合所属軍か。さて続けるわね。次はノイエの現状について。ベレルの反乱から半年経ったわけだけど、鎮圧以降散発していたテロ活動への警戒はほぼ終わりと見ていいわ。各星系に作られていた無人自動操縦艦の製造拠点も次々に発見。セルダールおよびマジークの連合艦隊がしらみつぶしに壊滅させたそうよ。ヒュー、あの質問いいですか。どうぞ。結局そのベレルに加担した人たちの正体は分からずじまいなんでしょうか。そのことどうなんでしょう。何か証拠とか見つかっていないんですか。ええ証拠とかそういった類のものは一切見つかっていないそうよ。製造施設も全て無人制御だったみたい。そうですか。足がつくような真似はしてねってか。たく、奴らも抜け目のねえ連中だぜ。アジート少尉、なんで。これは憶測で判断できるような単純な問題ではない。安易に特定するような言動は控えた方がいい。へん、ベレルにすり寄ったのはエデンの援助が気に入らねえ奴ら。つまりセルダールを真ん中に添えてノイエがまとまっちまうと困るって連中だ。そんなの奴らしかいねえ。アームザーラ少尉。それ以上はこの場で口にすべきではない。ふん。我々が対立を煽ることだけは絶対に避けねばならないのだ。ええ、ええ、わかりましたよ。奴らか。反セルダール連盟、アームズアライアンス。辺境に位置するだけに、あまり実態のわからない謎の組織。だけど、ノイエがセルダールを中心に一つにまとまるのを、どうやら心よく思っていないらしい。カズヤくん。え、顔顔。はい。考えていることが全部顔に出ているわよ。あった。上に立つ者としては問題ありだな。すみません。ポーカーフェイスって思ったより大変よね。一時的とはいえ船を任されてからはよく思うの。マイヤーズ司令ってやっぱりすごかったんだなって。そうですね。でもさ、司令がこの船を離れるって聞いた時はびっくりしたよね。そうですね。すぐに戻ってくると思ってたのに。まあタクトがいなくてもなんかあんま変わんねえよな。それはココさんが艦長代行をうまくやっているからです。うん、そうそう。さっきココさんは司令はすごかったって言ってたけど、その流儀をちゃんと引き継いでるんだから、ココさんだってすごいですよ。まあ、ありがとう。カズヤ君も口がうまくなったわね。いや、おだててるわけじゃないですよ。そうです、ココさんは艦長代行の務めを立派に果たされていると思います。うむ、この船は見事なまでにマイヤーズ流だ。真似をしようと思ってもできるものではありませんわ。そんな、女タクトなのだ。お、女タクト。ちょっと複雑な気分ね。それでは次に今後の行動予定について。紹介任務が終了したので本星セルダールに向かうことになります。途中必要物資の補給も行う予定よ。あ、それでは在庫のチェックをしておきますね。いつも助かるわ。ありがとう。いいえ、お礼を言うのは私の方です。あら、どうして。ココさんが書類の確認が早いのでとっても助かってます。そう。タクトさんは書類仕事が大の苦手でしたものね。なんかよ、タクトいねえ方がうまく回ってんじゃねえの。そんな気がするのだ。否定できない。
まあ指令だって。あら、ブリッジよりココ代行。はい、私です。 UPW 本部より伝聞が届きました。緊急とのことです。わかりました。私のパッドに転送してください。了解。何かしら。まあ、どうしたんです？指令書なんだけど変ね。どう変なんですか？物資補給時に人員1名着任、これだけしか書いていないの。通常ならば氏名、階級、転属先も明記されているはずでは。そうなんだけど、本当にこれだけなのに。タクトが書いたんじゃねえの？あは、まあ、ありえそうな話ですわ。とっても可能性が高そうなんですけど。鋭いのだ、親分。へへん。 UPW の認証があるわ。書類としては本物ね。もしかしたら転属の関係で一時的に階級がないのかもしれませんよ。考えられなくもないけど。このままじゃどんな人がやってくるのか分かりませんね。まあ、それも一興ではないか。楽しみなのだ。新しいお仲間ですものね。そうね、そう考えることにしましょう。それじゃあ伝達事項はこんなところよ。ルクシオールは航路計算の後セルダール中域に向けて出発します。では解散。さてと、時間ができちゃったな。エンジェル隊のみんなはどうしてるだろう。こんな時はマイヤーズ司令にもらったこのテレパスファーで軽く握ってみんなのことを考えれば、誰がどこにいるのかすぐわかる。どんな気持ちでいるのかもなんとなく。彼女たちのやる気を高く保つのも隊長である僕の大切な役目。でも任務としてより仲間としてみんなの笑顔を見たい。頭が良くってよく気が利く、ちょっと泣き虫な模範生リコ。どこまでもまっすぐなセルダールの騎士リリーさん。天真爛漫、とっても元気。意志を持つナノマシン集合体ナノナノ。2つの心を持ち12人しかいない公認永久魔女。そして僕の大切な人カルーナ。そしてテキーラ、男勝りの腕っぷし。でも根はとっても優しいトレジャーハンターアニス。みんなよし、みんなの様子を見に行ってみよう。カルーアにはちょっと後ろめたい気もするけど、これも隊長たる者の務め。しっかりと。カズヤさん、ギク。もうギクってどうかしたんですか？いやいやいや、なんでもないなんでもない。やだなあらあら、女の子のことでも考えてたんじゃありませんこと？とんでもないとんでもない。僕はいつだってカルーアのことしか考えていないですよ。なんかわざとらしいですわ。うぐ、本当ですか？本当本当本当。絶対ですか？絶対絶対絶対。本当本当ですの？本当ですってば。どうして女の人ってこう鋭い時があるんだろう。しかもタイミング良すぎ。いや、悪すぎだよ。カズヤさん。え？何？誰もいませんわよね。うん、そうみたいだね。どうしたの？ん？失礼。何？
何？突然。カズヤさん。はい。私のことしか考えていないって本当ですの？もちろん。ん？ダメです。え？カズヤさんはエンジェル隊の隊長さん、みんなのリーダーなんですから。あ。私のことを考えていただけるのはとっても嬉しいのですけど、皆さんのこともちゃんと考えてあげてください。大丈夫ですわ、私やいたりしませんから。カルーア、覚えてます？何のこと？二人で時空の壁を破った時のことです。もちろん。私の中にカズヤさんがいました。僕の中にもカルーアがいた。カズヤさんの気持ちがたくさんたくさん流れ込んできて、心がいっぱいに満たされましたわ。うん。そしてカルーアの気持ちの中の自分の存在まで感じることができた。ええ。自分の中のカルーアの中の自分。終わりのない繰り返しの中で得られたのは、強い、強い一体感でした。本当の意味で分かり合えた瞬間だったね。はい。あれ以来、いつもカズヤさんがそばにいる気がしてならないんですのよ。僕もだよ。だから、大丈夫ですわ。私、カズヤさんのこと信じてます。そして頼っています。うん。何か気がつきませんこと？え？信じて頼ってるんですのよ。信じて頼る？あ、信頼ですわね。大好きですわ、カズヤさん。カルーア。にしししし。わあ！もう。なのなの？お熱いのだ。なのなの、そういうことはお部屋でやった方がいいと思うのだ。ごめん。そのラブラブのパワーをエンジンに回せばきっとすごい力が出るのだ。そんな。あ、ナノナノ先生に呼ばれてたのだ。行かなくちゃなのだ。それじゃあまたなのだ。またね。お疲れ様ですわ。少し人目を気にするべきだったね。ですわね。では、私はちょっと用事がありますので。うん。先ほど申し上げました通り、私は全然気にしませんので、ちゃんと皆さんのことも考えてあげてくださいね。わかった。それでは。カルーア、大人の女性だ。よし、気合が入ったぞ。こうなったら徹底的に見回りだ。